こんんにちはゴルフファンの皆さんいよいよ t o ジャパンクラシックが間近に迫り私たちのヒロイン渋野日向子選手が再び国内の舞台に立ちます彼女のこの試合への意気込みそしてここまでの苦しいシーズンをどのように振り返っているのか気になりませんか今季渋野日向子選手はベイツアーで多くの試合に挑戦しながらも結果に苦しむ場面が多かったものの全米女子オープンでの2位という輝かしい瞬間も見せました では、渋野日向子選手はこの1年をどう見ているのでしょうか。そして、彼女の体調不良が今後の戦いにどのような影響を与えるのか、注目せざるを得ません。シーズンを振り返る渋野日向子の言葉、渋野日向子選手自身、いい1年だったとは言えないと率直に語ります。この言葉の背景には、彼女の厳しい自己評価とプロとしての高い基準があります。確かに全米女子オープンでの2位 KPMG 全米女子プロでの7位という結果は誰もが称賛するものでしたが、それ以外の試合では結果を残すことができませんでした。彼女が今季をいい1年と言えない理由はここにあります。トップ10入りはわずか2試合のみで、全体的には苦しいシーズンだったことは明らかです。特に、春先の絶不調からシーズンを迎えた渋野ひな子選手は、調子が上向いたのは全米女子オープンの頃からです。 しかし、それも一時的であり、その後は再び調子を崩してしまいました。シーズンを通して安定したプレーができなかったことが、彼女自身の中で、いい1年と言えない大きな要因の一つでしょう。ファンとしては、彼女の厳しい言葉に少し心配な気持ちが湧いてしまいますが、渋野日向子選手の目線は非常に高く、さらなる成長を目指している証でもあります。体調不良と渋野日向子の葛藤。 10月に開催された BMW 女子選手権で、渋野日向子選手は試合前日に突然の体調不良により欠場を余儀なくされました。体がパンパンになり、関節が曲がらなくなったという彼女の言葉は、多くのファンにとってショッキングなものでした。関節が曲がらないという症状は、ゴルファーにとって致命的とも言える問題であり、原因が不明であることも不安を募らせます。それでも、彼女は諦めることなく、今大会での復帰を決断しました。 身体の不調にもかかわらず、渋野日向子選手は、徐々によくなってきていると前向きな姿勢を崩していません。現時点での回復度は6から7割ということで、万全の状態ではありませんが、彼女は試合に出場する覚悟を決めています。彼女の言葉からもわかるように、戦う意欲は衰えていません。それでも、完全に回復していない身体での出場に、ファンとしては心配もつきません。 特にアプローチの練習に力を入れている渋野ひな子選手は、ショットの精度や距離感にも不安を抱えながらも、自分ができることに集中しています。渋野ひな子の挑戦とこれからの展望渋野ひな子選手のシーズン序盤は、結果が伴わない厳しい戦いが続いていましたが、6月に行われた全米女子オープンでの2位という大きな成果をきっかけに、再び注目を集めました。 さらに、その2週後に行われた KPMG 全米女子プロでも7位に入るなど、一時は彼女の復調を感じさせる場面もありました。しかし、シーズン全体としては、その後も予選落ちや苦戦が続き、安定した成績を残すことはできませんでした。特に、今のスイングが彼女にとってプラスに働いているのか、ファンの間でも賛否が分かれています。スイング改造から3年が経ちましたが、まだその効果が十分に発揮されているとは言えない状況です。 一部のファンからは今のスイングでは優勝は難しいのではないかという厳しい声も聞かれますが渋野日向子選手はあくまで前向きに取り組んでいます彼女が再びトップの座に返り咲くためにはさらなるスイングの調整や新たなコーチとの出会いが必要なのかもしれません未来への期待とファンへのメッセージ渋野日向子選手は「トトージャパンクラシックを自分にとって大切な試合の一つ」と語りその試合で結果を出すことを目指しています 彼女の目標は、ただ予選を通過するだけでなく、確実に上位に食い込むことです。しかし、現在の身体の状態や今期の成績を考えると、彼女にとって厳しい戦いになることは間違いありません。それでも、彼女は、結果を求めたい気持ちが強いと語り、どんな困難にも立ち向かおうとする姿勢を見せています。ファンの皆さん、渋野日向子選手の挑戦はまだ終わっていません。 彼女が今季最後の試合でどのような結果を残すのか、そして来季に向けてどのような成長を見せるのか、私たちも一緒に応援していきましょう。彼女が再び輝く瞬間を見逃さず、ゴルフ界に新たな伝説を作るその日まで、渋野日向子選手を全力でサポートしましょう。彼女の頑張りが、私たちファンに勇気と感動を与えてくれることを信じています。 渋野日向子選手が苦しいシーズンを乗り越え再びトップに立つその瞬間を一緒に見届けませんか彼女がツアーで輝く姿を心から応援し続けましょう。